アルミホイルが作品というよりも、そのアルミホイルの空間の中にそびえ立ってる木が作品みたいな空間を作る、まあ、違和感が生えてるってことを言いたくて、これはツイッターの例のあの鳥さんなんですけれども、目を見張るようなか強烈なっていうよりも、今何あれってなるような感じを出すために、今ジャバレー、イエーイ。